ストレッチ始まるよ。研究室のコメです。研究室のセラです。ということで、合格試験ウィークなんですけれども、今はね、中間ぐらいなんですけど、今までは結構先輩方とかと一緒に撮ってきたと思うんですけど、今回は2人だけです。初めてじゃない？初めてだね。で、何をするかと言いますと、ポーチ交換メイク。ゼルプチでも結構久しぶりなんじゃないでしょうか、めっちゃ久々見るの。久しぶりじゃね。今昇格試験ウィークで1つの動画につき1票することができて、セラココに1票ずつできるので、はい、セラココにどちらにも投票していただけると嬉しいです、はい、でそのウィーク内で全部で3万票いったらレギュラー生になれるので、はい、レギュラー生になってね、もっといろんな企画とかはね、皆さんにお見せできると思うので、はい、3万票いくためによろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。ココミとセイラの昇格試験ウィーク。今日はポーチ交換メイクなんですけど、自分たちのポーチの中身もちょっと紹介しつつやっていきたいと思います。こちらは何ですか？ポーチです。何のポーチですか？300円のやつのところだと思います。私は 3C のブラックです。じゃあまず下地から。私は基本ポーチの中に下地は入れない人なんですよ。どうします？じゃあこれ使います。一緒に使っていい？やった。日焼け止めと、これがティルティルさんの下地と、あとはティルティルさんのファンデーションです。あとパウダー、キャンメイク。あ、ココミがくれたやつです。そうなの？うん。え、かわいいねこれ、めっちゃ。うん。しかもね、コンパクトだし鏡もついてるからいいんですよ。ということでやりましょう。ちょっと私はないので、スキルアクアトーンアップ UV エッセンスラベンダー。ココミはね、いつもね、グリーン使ってるよ。セイラちゃんはティルティルマスクフィットトーンアップエッセンスです。これはカバー力があります。下地なのに。オッケー。下地できました。2人とも。パウダーはキャンメイクシークレットビューティーパウダーです。セイラは最初目だけにしか塗らない。私があげたやつでーす。センスいいんでしょう？うん、いいと思う。じゃあ交換。あーひるるるるバーン。いつも次何やる？アイシャドウ。眉毛いつやんの？最後。セイラさんが使っているのはユーアグラムのアイブロウパウダーのブラウン2番です。で、これはシスターアンだって。これは資生堂の鉛筆のやつです。やります。何色使ってる？真ん中。はい、これ濃くなるやつじゃん。ここも濃くしたい人だから。いや、それはわかる。一時期眉毛本当にない時があって、なんか剃るのが楽しくなっちゃってあるあるじゃない、最初の方って見て、あ眉毛だから先にやっちゃうとこうなっちゃうの。オッケー。アイシャドウ次は。今日はピンクのやつなんだけど。だからピンクメイクなの、いつも。ボブになってからはピンクです。なんとなくピンク系が結構いっぱいあったので、ピンク系をのメイクをやっていきます。これいっぱいあるけど、これはクリオのアイパレットの2番。いっぱい使います。シピシピトロマーノのこのラメのやつはファンの方にいただきました。ありがとうございます。ここ塗ります。一番薄い色塗ります。濃いめのピンクで二重幅に塗っていきますよ。これを全部に塗ります。薄いから。黒っぽいやつをこの目尻のところに塗っていきます。え、久々にブラウンメイクしたわ。いいね。いつもさ、メルプチの時人の使うじゃん。かつさ、ここめさ、メイクポーチ持ってこないとセイラに怒られるもん。最近は怒ってない。持ってきてるから。いい感じ。うん、薄い。薄いの大好き。濃くしてよ、たまには。え、じゃあ今日はいつも薄いんでちょっと濃いめでお楽しみにしてください。これがめっちゃ濃い。メイクいつから始めたの、あなたは？小学2年生の時にリップを塗り始めて、3年生の時に本格的です。コミは年長の時にフラでしてもらって、でもちゃんと自分で やり始めたのは本当に小学校の時。これ塗る塗ります。あーにゃじゃん思った。どう？涙袋ピンクにした、初めて。どう？すごっ。なんかぶっくりぶっくりぶっくりを超えてぶっくりセイラの涙袋を尊敬してる。なんで？セイラ涙袋ない。
じゃあ作り方。あなたは作らなくていいんですよ、もともとあるから。でも作りたいじゃん。いや大丈夫だよ。ねえ、涙袋かけるやつもしかしてない？だから使ってないんだって。結構命なんですけど。これでいける。涙袋コンシーラーをつけます。一番濃い色で涙袋かけます。緊張する。なんかこれラメがついてるからおかしく見えちゃう。初の涙袋コンシーラーどう？ぶっくり。うおー破裂しそう。うわすごいね。おめでとう。しんどい。おめでとう。オッケー。まつげとアイラインどっち先やる人？まつげ。とりあえずあげます。めっちゃ上やんでしょ。資生堂同じだけど。同じなのになんか違う。おこっちの方が開く。まつげやろうと。バッサバサね。セイラってバッサバサだよね。マスカラは高生のカールキープマジックです。下まつげもやる？ごめん、やんない。じゃあセイラはやるとく。君はやって。これもさ、気まずかった前。何が？垢抜けメイクの時にさ、まほこちゃんにさ、じゃあ下まつげやってって言ってさ、やり方知らないわけ。頑張ってやったのに。そう。聞かなかったの？聞いたよ。こうだよって言われたけど、できないの。不器用すぎて。え、意外。めっちゃ器用そうじゃないですか？絶対器用やん。まつげできた。おでこにパウダー塗ります。まあいいや、こんな感じ。次はアイライン？アイライン。セイラのアイラインといえば長いよねっていう。うん、これは？ピンセットでまつげをやる。黒。見せないで。どっち？これで途中まで描いて、でオレンジで伸ばす。どういうこと？どっちも使うのよ。だってどっちも使います。あのね、校外学習に行くわけで、私服なのそれが。いつもジャージ登校なんだけど。え、いいの？校外学習だけ私服でいいよってなってるわけ。それで男3人女3人なのね。うわやばくない？いいね。もうさ、デートやんそれ。え、それの3デート？トリプルデートだ。3デート。やばくない？もう行ったの？しあさって。校外学習なんてないんだけど。お泊まりとかあるよ。夏休みにある。あるやん。鎌倉に行きます。わかんない。アイライン、オレンジのアイライン可愛いね。でしょ。うん。あ、それで男子受けのいい服。やっぱさ、男子受けのいい服がいいじゃん。何着てく？白になんかワンポイントの刺繍みたいなのが入ったグレールさんの服に。すごい、グレールさんまで言うんだ。そう、グレールさんのが持ってるから。で、グレールさんの服にスカートだけど。スカート禁止なの。デニムとかいいの。男子の受けなんて禁止なくて。はい。そのままの自分を愛してくれる人を探せ。イエーイ、いいこと言った。ああ、そういうことね。じゃないとさ、この先辛いよね。そうだよ、マジで。自分を突き通せ。オッケーだよ。そしたらこれを塗ります。ラストスパートだね。ラメはね、このね、目頭のここに塗るとね、一番涙袋がボコンってしてるんで、ね、シピシピのラメがあったので目頭に塗ります。オッケー。このタイミングでいつもパウダーをします。パフで余分なやつを取ってからパウダーをする。オッケー。パウダーを塗ります。オッケー。このマルチキューブのアイムミミのやつのチーク。セイラのチークおすすめだから。セザンヌ。なんかこれはツヤツヤするんですよ。 P1 ゴールドピーチパールグローチーク。え、そうだから、ハイライトいらないし、めっちゃ肌綺麗に見える。鼻チークも塗ってね。顎チークも。顎チークなんてあんの？そうだよ。全部ピンクじゃん。そうだよ。え、でも全部ピンクに見えない。リップはどれ使ってる？リップ2つ。これはひなのちゃんとひなたちゃんが誕生日にくれたリップです。先に塗るの？そう。で、そしたらこれを中心に塗る。最近いつも真っ赤。これだけ？リップこれしか黒のやつ。ピリピリする。で、この上に塗るの？そう、内側に。ということ、なんでさ、プルプルの上にまた塗るの？それは別に関係ない。色の問題。はい。いつも通りの動きのせい。セイラだ。これとこれを使いました。 B アイドルとミシェル・エルデイさん。初めて聞いた。せーの、完成。どうですか？
ものセイラだね。ここみはいつもと違う。マジ？なんかアイライン長いからさ。アイライン長いの変じゃない？うん、ちょっとアイライン長めも今度挑戦してみたいと思います。涙袋がすごい。前セイラに涙袋破裂しちまえって言われて傷ついた。傷ついたの？そうそう、こっちの方がいい。いつもと今日と、なんか違いは？いつもとアイラインが短いのと。してもすぐやってない。やんない方がいいと思う。ナチュラルでいいと思う。ありがとうございます。手出やんな。え？私はアイラインが長めでピンクが濃いです。今日はいいと思う。そういうメイクになった。みんなも使ってるコスメとかね、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、ポーチ交換メイクやってみたんですけど、はい、楽しかったね。楽しかった。なんか人のメイク道具をやるの楽しい。うん、ということで昇格試験ウィーク、今上がってるより前の動画もこれから上がる動画も見てくだされて嬉しいです。この動画につき1票、2人とも投票できるので、はい、どちらにも投票していただけると嬉しいです。ちょっとアカウントしないね、こんな長い動画だけです。はい、お願いします。お願いします。今日も最後まで見てありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。5月28日日曜日から6月4日日曜日まで、私、ココミとセイラの昇格試験ウィークを行っています。今回の昇格試験は視聴者投票です。私たちがレギュラー生になるのにふさわしいかどうか、視聴者の皆さんが投票してください。判断基準はこの昇格試験ウィークの期間を通して、私たちが伸ばしたいスキルの成長ができているかどうかです。私は MC としてみんなをまとめることです。私はボケを頑張ってみるのと、自分のキャラを明確にさせることです。昇格試験ウィーク中に上がる動画の概要欄に投票 URL を載せるので、ここから投票してください。投票は各動画1回までになります。期間中に投票された票の合計が3万票獲得できたら、私たち2人は昇格することができます。また、すべての動画の投票は昇格試験終了後、次の通常動画が17時に上がるので、それまでになります。皆さん、投票よろしくお願いします。お願いします。明日の動画もお楽しみに。